誰やこれ、やったんこれ。おはよう。筋肉痛や。もう歩くこともらんぐらい俺ね、びっくりした。朝起きてなんてことなかったね。朝起きたらもう足が筋肉痛、普段動かん動きやって。二日目やるよ。固まっとるけ。な、携帯がぶっ壊れとんやわ。なんで SOS が鳴るの。緊急 SOS とか、これ携帯ボロ。この1日経った時にね、石丸さん、これガチガチに固まってるじゃないですか。これ思いっきりやってもこれ無理やろ。まあただ水圧っていうことを考えたら、あのこの硬さは無理やろ。ガチガチですよ。本当に大丈夫。ちょっと向こうの辺グッと押してみて。なんか地震起きたら一発で、ね、グッと押してみて。いや経年劣化したらよ、それは。どう？うん、やっぱりあのすごく強いね。強い。じゃあ今日は工程として、石丸さん、はい、モルタルをもうこれガチッと内側、もう外側いいかもしれない、こんだけ強ければ。やっぱこれ、うん、鉄筋も入れてないし、うん、ここの接着前にもモルタルも入ってないって。そうそう、入れてないから弱いわね。その一枚一枚考えたらもう雑でもいいけん、ちょっとやろうか。表面だけでも塗っとった方が。で、内側は丁寧にちょっとね、やっていきましょう。石丸さん、それ何ですか。あの切断、石を切断するための砥石でやってください。昔1000円4枚で、1000円で 4枚入りの、あのちょっと逆にあのにわかプロでちょっと。石丸さん、マスクした方がいいよ。粉がすごいで、ガチガチに固まったよね。あそこ、あそこに綺麗にこうくぼみがないように収納。音が、音が嫌だ。はい、じゃあ次はね、工程はね、はい、何やってますか。こういうところにね、はい、接着剤を塗ってきます。あ、それでまたコンクリート接着剤入れください。はい。あ、こんな色しとんだ。ここから、あ、そこから全部。どうですか、だいぶカットして。あ、うまいことできてきましたね、だいぶ。 あと2粒。なるほど。今どういう感じでやってるんですか。接着剤をね、あ、こういう、まあ、隙間、こういうところから先に塗って接着して。あ、濃いだけじゃなくて、うん、ザリガニから土壌から淡水魚からもうぐちゃ混ぜにしてビオトープ作る。結局ビオトープやねん。シーバスとかも話したのかな。あ、ちょっと下お掃除しようか。石丸さん、あの石丸カットうまくいってんじゃないですか。ああ、ただここにわかですね。じゃあな、うん、ここですね、うん、ちょっと今からもう一枚カットして、はい、ここがきちんとね、もうあとこれゴムで留めて完成しちゃうな。今度レンガを使うってこと。これで蒸気の代わりで、うん、こう引いといてでカットすると。ああ、いきますよ。めちゃめちゃ、作業いいなってるな。これ誰や、これやったん、これ。これ責任者やべえ、これ、おい、抽出せよ、これ。これ、おい、手抜き講師、これ、おい。おい、責任者やべえ、おい。おい、これどうなってるんや、これ。これ、公共の設備やぞ。あれやな、もうそろそろいい感じできてきたな。できました。あ、手抜き工事やってるやつおったよ。だいぶ怒鳴りまくったったんだけど。あ、なんか、うん、誰も口聞いてくれませんでしたね、あの時。いや、このメンバーじゃないやつで、どこかのヤシが入ってきたんだよ。昨日夜アライグマが来て、うん、悪さしたんじゃないんですか、これ。アライグマじゃない、あれ手抜き工事、職人、腕の悪い職人がおる。その中に。腕悪いのしかおらんぞ、これ。うん、というか職人って言ってはいけないレベルだよ。いや、そうですね。いやー、ちょっとここ気をつけないかんね。
このね、くっついとるのがここだけでくっついとるんだよね、今のところ。だからこれこうなるわけよ。危ないわけよ、この手抜き工事。だから全体をモルタルで囲います。で、今セメントとかいろいろ買ってきたんで、生コンセメント、あと昨日素人がやってさ、一日中素手で俺やっとったら手が痛くなったから手袋買ってきました。とんでもない状況ですこれ。はい、今一応セメントを買ってきました。やっぱ池の内部に関してはセメントでガーッと強くして鏡面にしてあげる、プロの仕事にして、外側はまあ砂利入りのモルタルで強度を増す感じということで、今ねもうね大変な作業になってきた。ちっとりでこれ3人でこれゴミ取るために買いました。それでもう手が荒れちゃうんで、これですよ、もうこれさえやっときゃ俺手痛くならなかったのに。天然ゴムビニールのこういう業務用の耐油性のこういう感じ、こういうのを250円で買ってこればさ、もう手が荒れちゃって家帰って手洗ったら手がザラザラするぐらいになっちゃったんで、ちょっとこれをつけてね作業をやっていかないといけませんね。こういうね、うわこれはいいね。これ何にしますか、接着剤。そうです、あのこれあの ブロックとモルタルを強固につけるための接着剤ですね。接着剤です。ちょっと強度が弱いんで、外側を今モルタルでガチッと囲んできます。石が入ったやつでね。で、内側は石が入ってないやつで鏡面にしていくと。じゃあモルタル練っていこうか。池作りってここまで楽しいと思わなかった俺。あれ返事がみんなないけど今作業に集中してる。池作りこんな楽しいと思わなかった俺。持っとるよね、攪拌機回したりとか。あ、YouTuber？ YouTuber とかの攪拌機でやってる。あのぐるぐるのこんなんも普通のやつでしょ、なんか回るやつ。そう1万円とかするの。あれ安いやつでも5万ぐらいしないよね。そんなんするんだよ。だからもうみんなプロがやっとるじゃん、うん、うちらみたいな本物の素人がやる池作りが俺が今だいいんですよ、レベル低いのが。日本人の皆さんどうも。キマン、これ木にねうなぎって書いて、キマン最高級本職専用木ごて。やっぱりね、最近の若い人鉄とかさ、そんなん使って俺腹立っちゃう。これ木でやんないと日本の。あ、おー、いい匂い、ヒノキの。じゃあこれで木で、お、塗ってみて。プラスチックはね加工品だから、やっぱり品がね、木ごてがいいんですよ。またこんなん作っちゃってねこれに乗せる意味あるんかと思うね。ある、やっぱり見た目本当古いし、高いやか持たないといけないんで。自分もこれいつも使ってやつ。ああ、これ専用のやないんじゃないですかこれ。あ、本当やりにくい、逆に専用じゃないの。あ、ごめん、やりにくかった。じゃあゴムのにしよう。じゃあそれだね。石丸さんいいね、やっぱり外塗り。いいです、綺麗に塗れてるやん。土遊びしよるみたいで。おお。けど意外にねこれ、うん、ブロックには、うん、あのモルタルがくっつかないっていう。モルタルをこう塗るっていう作業に俺夢感じるわ。いやー、もう昼の1時半だよ。ちょっと飯抜きでやってるけど、なかなか作業が終わらなくて、ちょっと弁当買ってくるわ。もう腹減ったけども、ガチガチにもう漏れずに、もう丁寧な職人だからさ、うちら素人かも職人気取りっていう。あ、そりゃそうだ、幼稚園児がなんかお仕事ごっこやこれいうレベルだと思うけど。いや、いいよ、好きなの食べて。チラッとだけ見たけど、うん、もう保存料とか入れてないよね、セブンイレブン。セブンイレブン入れてない。まあマジで、あ、なんか宣伝で歌ってますね、それ。セブンすごいじゃん。あのね、なんか俺トイレで見たことあるんだよ、そういうの。トイレ、あのどこのとは書いてない、言ってないけど、うまいぞ。予想はなんか入れてるみたいな。2時半になっちゃったけど、遅い。もうさ、慣れない作業だからさ、やって繰り返して繰り返してるじゃん。うめえ。あ、線もやっぱり鶏からか。石丸さん、幕の字弁当。あ、ノリタルデラックスです。やっぱ体動かすともう腹が減って動かないね。めちゃめちゃうまかった。ちょっともうフラフラな時だね。なんか腰が入らんねやけど、限界や。これがやっぱ、はい、はい、いやもうね、どうですか、
ためにこのうちの池の作業、おじさん連中すごいですね、なんか本格的ですね。頑張ってるでしょ、うん、まさかこんな本格的だとは思ってなかったです。池ですよ池作り、ちょっと中見てもらっていいですか、はい、そこ右側だからちょっとあれブロック触らずに中入れるかな、飛び越える感じ、右は右右、そう飛び越えてみて、ブロックちょっとそれまだ固まってないからちょっとまたぐ感じで、またいで、そう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 、はははははは、すごいすごい、運動神経いいじゃん、あ、カメに運動神経いいね、意外といいんですよ、素晴らしい、どうですかこの声の響く感じ、すごいです、広い、ちょっとそこ止まってもらっていいです、あのカメリンお得意の ダンスをちょっとやってもらっていいですか、ダンス、あ、それ何、最近ゲームで やってやって、最近ゲームでなんかやってるダンス、お願いします、どうぞ、え、何あれ、あ、TikTok 作ってカメリン、それでTikTok 分かんないで、やり方が分かんないです、 TikTok ダウンロードしたらできる、え、何それカメリン、そのダンス、そういうダンス、ええ、結構でも息づくいいでしょカメリン、すごい楽しそうですね、今いるとこが水が溜まるとこなんですよ、ここが、はい、ここは通路で、ここに、あ、なんか1メーターとか2メーターの巨大魚か、なんか池掘りみたいな感じ、そうですそうです、だから魚がね1メーターの鯉と最終的には2メーター3メーターの草魚とか、あ、そういう大型魚ちょっと行こうかな、ゴー今のいいね、カメリンさいつもさ、なんかうわーってやられてるイメージだから今日やり返そうよ、あ、そうですね、今日もう OK、 分かった、あのカメリンがだから一番権力を持ってやってもらった、うん、カメリンやり返したらやってたらやめろ、カメリン、ほら、うわーい、うちみ誰なの、カメリンですよ、知らないですか、あ、そういえば昔一緒に撮影したことがあった、そうそう、あった、あの琵琶湖で対決だね、おい、それ変態やろ、なんやお前は、この人変態なんですかマジで、マジで、どの辺が変態だった、存在すべて違うわ、お前の方が変態やわ、ふざけるなよ、ほら、おぉ、喋り方も変態っぽいですもん、あ、ほんと、やばい、しかもあのカメラが回ってない時にあのそういう下ネタを織り交ぜてくれて唯一の、うん、そうそうそう、下ネタおじさん自分やろ変態、いや、近寄ってくんで、近寄ってきたらお前やろか、何やお前、あ、かかみ、もう一回欲しいみたい、もう一回やって、もう一回、もう一回、足りないらしい、もう一回ちょっとやってあげて、もう一度お願いしますもう一回、もう一回お願いします、お前、すごい石破さん、あの背中向けた方がいいかもしれない、あのケツ出した方がいいかもしれない、いつものみたいに、うん、いいよいいよ、あ、いつものあれです、あ、いつもの蹴っていいよ、どっちがいいのか、どっちでもいいよ、うん、いいよ、しまえ、いや、まだなんか力が足りてない、うん、全然今までいろんな変態見てきたけど、お前みたいな変態初めてや何これ、もういい、こんなもんでね、よかったら出れてね、体力的にちょっと厳しいかもしれない今、そうやな、この疲れてるもんね、やっぱか、やっぱカメリン、そのガチな感じで石村さん本当は変態なの、その辺はどうだ、変態なんじゃないよ違うって変態なんだできたよね、ついにさっきからこれがくぼみに貼れなかったの、ほんでずっと貼れん貼れんって何度やっても落ちてきたのが、どうやって貼ったのこれ、膨らんでくるんだよ、強度バッチリやんせん、それ
あの角の決め素人ではできんだよあれ。でこれ何なんて、あ、それがやりたいのか。職人になってような気分ない、これツルツルなのね。職人ごっこ。うわ、ついにカメリンまで。大変やね、カメリン。あ、でも全然水の量は足りんかな、どうなんだろう。結構足りないかもしれない。足りない。はい、3時半になりました。もうみんなフラフラですよ。でもね、かなりね、うまくできてきた。見てください、この鏡面、完全に綺麗な鏡面になってきてるでしょ。ここビニロックフィルター、完全にここで強度出してますから、この辺もね、しっかり埋め込んで練り込ませてますよ。うちのね、腕利きの職人が今ね、メリをやってんの。メリっていうんですかね、うん、このやっぱそこ重要かね。やっぱりね、このめり込ませるのは指じゃないとね。めり込ませてやってるね、はい、結構たださ、普段動かん人間が動いたからフラフラだよね。もうそうですね、うん、この巨大水槽が完成した時とんでもないことになってくるよ。でもそこの角にめり込ませた、はい、あれなんていうの、パテ塗り。結構でも素人ながらうまくで取れたよ。いやー、みんな見てよ、あれ俺の頑張り、全部目地練り込んでってる今。もうこれ水漏れしないようにさ、やっぱり錦鯉のさ、やっぱり夢の池作るってさ、そのぐらい大変だから。そうだよね、石丸さん。大変ですね、これは。竹内さんもそうだよね。はい、大変です。やっぱり夢ってさ、実現させないから夢じゃないわけじゃん。反撃したろか。反撃します。あいつにガツンと言わせてあります。やったろ。静かに静かに。今行け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 。うわぁ、何見とんやお前。カメリンの怒り方可愛いでね。あめ、何やっとんや。ちょっと違った。違う。アメリン、どうですか今日。もう4時半ですけど。結構みんな頑張っとるの。ねえ。ねえ。もう普段動かさ、体動かさない4人だから。そう。いい機会になったと思う。本当やね。うん、いい機会。あともういい、ここはもうブレイコで彼らにちょっと言いたいことあったら言って。何でも許されるよ。まず石丸先輩は、うん、とにかく、うん、変態度が過ぎる。もう演技芝居じゃなくて、そう本当にちょっと危ない人っていう、うん、危ない人やね、うんうん、あとチャガイフは、うん、ちょっと、うん、能天気すぎるね。能天気すぎる。秋山専務は、秋山専務は、うん、あのなんか結構、うん、男の中の男とか言っとるけど、うん、あれはちょっと演技、ナルシスト感を漂う。あれはちょっとやめた方がいい。やめた方がいい。今不満をぶちまけたんやね。そうそう、日頃の不満を。そう。いや、頑張ってやっとるね。よいしょ。うわうわよいしょ。これはもうすごいよ、この妖艇みたいやもん。なんかここさ、あのゲームのさ、なんだったっけ、なんとかブロックみたい。なんとかブロックあるじゃん、こういう建物を食い込んでいくマインクラフト。あ、マインクラフト。マインクラフトのリアル体験バージョンだよ。ね、マインクラだよこれ。いやだけどこれほんとマインクラフト感がある。こうすげえ。どうしたやけで できそう。もうできますね。リール。やってこう。うわあ。うわあ。きれいにいかんでこれ。そっち余っちゃうもん。ね、ただいま5時半。ゲンガムができたんちゃうやつ。そうですね。もう俺もう限界を。ただこのケーキみたいにべっとり乗った。これ。あの2人で。この寝ることがもうフラフラだよね。そうそう、現場監督やってます、高橋です。
これ今ね、ブロックにはこういう感じで明治が入り込んだんですけど、このね、こっちのソフトなツルツルにはなかなか塗りづらいと。そこで今、みんなでこうね、手分けして明治を練り込んでる。いわゆるこれ、塗装前の下地を作ってるんですね。もうね、この狭いところで本当牢屋に入った感じで今日働いてますよ。もう5時半か6時かも。石丸さんどうよ、はい、塗っとる感じは結構綺麗に塗れとるやん。ベタ塗り、壁塗りが分かりました、その言い方が。あ、分かった、教えて教えて。ちょっと回すような感じで、ここくるくる、手をくるくると、くるくるワックス塗るんだよね。あ、そうですね。そしたら壁に、そう、あの、つきやすい、あの、うん、手にこう、まっすぐこうやるよりも、うん、円形を、円形を。いやもういい感じ。カメリンどう？いいよ、喋っても。いい感じです。いい感じ。あいつら何やっ、ちょっとどなたってよ。どなたって。おめえら何やっとんにゃ。帰る。あ、気をつけてね。はい、お疲れ様。あ、お疲れ様。あ、くるくる詐欺のカメリンじゃない。気をつけてね、ゆっくり帰れよ。バイバイ、お疲れ。バイバイ。最終仕上げやね、こうやって。あとギタギタで、まあ途中までだね、結局。ここまでの錦鯉飼育、情熱、情熱がこのほぼ完成に近いよ。っていうか、でもまだあと塗装やって、今度ろ過装の設置、などなど盛りだくさんですね。盛りだくさん、はい、普通に2ヶ月かかる。工程工程でだいぶ終わったね。終わった。 あとこの辺ちょっと掃除して、ドロドロや。はい、ちゅうことでまだまだ続くぞ、まだまだ続くぞ。また会おうぜ。また、はい。